いや、吉田さん。様々な売り方があり、様々なビジネスがある。私たちはね、まだまだ追求することが多そうですね。まあ、なんせビジネスの専門家ですからね。まあ、考えてみるとね、お店をやってもダメ、会社をやってもダメ。だったら別の選択肢として、こうやってね、YouTube を中心とした情報発信により、信頼関係を作って、YouTube で YouTube の商品を納品するっていうね,ね、この YouTube 一気通貫っていうのはなかなかね、味だなと思いましたね。 ま、YouTube じゃなくてもね、動画コンテンツっていうのは、有料動画、あー、なんとかっていうやつ使えますからね。まあ、YouTube っていうのは、あの、アカウントバンっていうのがあるんですよね。それが怖い。これはね、私もね、ちょっとビビってるところですよね。うん。あの、結局、YouTube でアカウントが、もう、抹消されてしまうと、商品としての YouTube もなくなってしまうんでね。だから、お客さんに届けたものが消えるということで <laughs>、やばいですよね。うん。だから動画、 ね、あの何とかっていう動画があったでしょああいうのを使うのもいいかなと思うんですよねデイリーモーションってそういえば最近どうなったんですかねデイリーモーションもなんか結構使える動画サイトかなと思ったんですけども今どうなってるのか知りませんどうなってるんだろうねうんということでございましたデイリーモーション